ネットワーク今日のゲストは函館市企業局上下水道部管路整備室維持管理担当水道管路等維持担当の主査伊藤由伸さんです。 伊藤さん今日はどうぞよろしししくおお願願いいいたまますす伊藤さんは能登半島地震の被災地の給水支援に行かれたということでお話を伺います、はい、まず1月1日に能登半島地震は発生したというわけなんですが1月の何日から派遣されることになったんでしょうか、はい、私たちは日本水道協会より1月9日火曜日に応急給水の要請がありました。はい そこから派遣が実際に18日の朝に出発式が行われて出発されて1月中に給水作業を行ってきたということなんですが函館市からはあのどんな車が向かかったんですかと函館市からはですね二トン車の給水車とあとサポートカーということで、はい、と給水車行く前にその現地の状況を確認しながら動く車を1台用意して動いてました。はい そして職員の方と一緒にということで行かれたということなんですが、えー、2トンの給水車ということで、えー、中に入っている水というのはあのどこでで補給されたものなんですか、はい、とまず、七尾市についてはですね、はい、と船が富山から来ましてその船から水を汲んでいるのと1つと。 あと水が出るちょっと地区がありましたので、そちらの方で消火栓から水を汲んでました。はい。函館から向かうときは水は積んでない形なんですか。はい、積んでないです。はい、えー。実際に車とでは人と向かって、そしてあの現地について給水作業を行うという形で行かれたということですね。はい、現地に向かうまでの間なんですけれども、えー、被災地に向かうということで、はいえー、スムーズに着くことはできたんでしょうか。 そうですねと自分たちの場合はと青森の方に降りてですね、はい、高速道路で動いてましてで、まあ、金沢市まで動くまでには全然と地震の影響とかっていうのは感じなかったんですけどもと七尾市の方に向かうにつれてやっぱり道路の段差とか結構ありましたし涼しいにおいてはちょっとつもであれば 三時間とか三四時間くらいでは着くんですけど、最大で六時間かかってるってこともあったみたいです。まあ、はい。もうあの当然被災地ということでスムーズにはいかないということなので、はい、着くまでにあの現地でどういう作業をするかですとか、はいえー、かなり緊張されることもあったんじゃないかなと思うんですけども。そうですね。実際自分もちょっと行くまでの間はちょっと全然。 どういうういのだろうとかって自分もちょっと初めてだったのでどういうのか分かんなかったんでちょっと不安とかはあったんですけどもやっぱり現地に行っていろいろな方まあいろんな都市の方がいたのでその方と情報を共有しながらやれてたのでまあその分との行った後との方がちょっと緊張はほぐれたのかなと思ってます。 現地ではこの水道設備ですとか下水道もですねすべてあのただの被害を受けたということで、はい、え皆さんそれご存知のことかと思いますえ実際にその被害状況というのもあの伊藤さんはどんなふうにお感じになられましたかそうですねと水道であればやっぱりちょっと水が使えてない状況でしたので、はい、まあと一番わかりやすいので言うと、まあ、コンビニエンスストアは空いてるんですけども、はい トイレが使えない状況とかってありましたしああ下水道であればもうマンホールが飛び出してるので、うん、全然使える状況じゃないのかなっていうのは見えてましたね、はあ、実際にあの給水水、まあ支援に当たったということで現地の方の反応っていうのはいかかがででしたかそうですね私たちはと被害被災地の方に行ってですねと名古屋市が用意した仮設のタンクに水を入れるっていうことだったので。はい あまりその直接住民の方に水を渡すっていうことにはなかったんですけどもとまあ住民の方に あったりすればありがとうございましたとかっていう言葉は結構かけられたので、うんはい、それはやっぱりちょっと行ってよかったなっていうのはあります、うん。あの大きいじゃタンクがあってそれに給水を続けるっていう形なんですね。すねはい、人ってあの一日にかなり水を使いますので、はい、そのそういったタンクに貯めるっていう作業もかなりの回数だったんじゃないですか。そうですね。一回組んでまた行ってとかっていうのを繰り返し結構やってたので。はいうん まあそうですね大体多くて中2回とかそのぐらいは行ったたりとかはししてました今回の作業では金沢市を拠点にして七尾市珠洲市移動されてということだったんですが、えー、珠洲市がですねあの大きな被害も受けていますし移動するのがかなり大変だったということで、はい、あのなかなかスムーズにはいかなかったそうですね。そうですね、えっと、結構あの 山あいとか海沿いを通っていかなきゃならなかったんですけども山沿いを通った時にですね、と車が落ちてるとかっていうのも見受けられたしあ、はい、まあ道路の段差も結構激しい感じもあ,ありましたのでちょっと自分たちの車を運転するのにもすごく慎重な形で運転しなきゃならない状況ではありました、ね、なかなかやはりあの大きな被害ってテレビで伝われるところはいっぱいありましたけども実際に行ってみると違いましたか そうですねと自分がとテレビとかでよく見かけた状況というのは、まあ、定点カメラの形なんですけども、はいまあ、街並みが綺麗な状態であったんですけど実際、その現場に入って見てみると全然そういうことではなくてと電柱が傾いてたり家がもう崩壊してたりとか、うん、でその崩壊してる家で車が潰されてたりとか、はい、結構そういう状況があったのでやっぱりちょっとテレビで見るよりは全然違うなっていう印象は受けました。 今回は函館から行かれた職員の方は8人ということなんですが一緒に行かれた方の中にはあの他の大きな災害であの支援の経験があるという方はいらっしゃったそうです、ねはい、と東日本大震災を経験した職員がいまして、はいでまあ、その方のと教えを受けながらやれたので自分的にははいいい経験だったなとは思います具体的にどういう話がありましたか。<laughs> そうですねと 応急給水の話で言うと、はい、その応急給水はこういう形でとまあ一回そのお話を皆さんから受けてでこういう形で動いていくんだよっていう動きのもうというふうにしていけばいいかっていうのをちょっと確認はできたので、はいまあ、現地に捕くまでの間にやはりお話聞けたりですとか、はい、イメージできたっていうのは大きかったですそうですねイメージできたのは大きかったです、うん 下に作業されてということで1月30日まで作業を行われたということなんですが被災された皆さんのためにということであの使命感を持って作業されたことと思うんですがかなり精神的にもお疲れになったんじゃないですか、はい、そうですね、えっとまあ石川県の方にいた時には、はい、でも疲れは感じなかったんですよねやっぱりアドネラリンが出てたのかもしれないですけど、うん、まあ帰ってきて23日経った後はやっぱりすごく疲れは残ってましたね。 えー、なかなかそのまずはこの水の支援へとでということで、えー、支援に行かれた間にはその復旧作業が細かく進むっていうのはちょっと難しかったかもしれないんですけどもその中でもあの少しずつその生活の面でこう支援できたこととか何かあの復旧少しかかってきたかなとかお感じになったことってありましたかそそうでですすねと、まあ、自分いた時には、まあ、下水水道のの方なんですけどもその水を お水を吸ったりとかする車がいたりとか、はい、まあ水道の方もポツラポツラと直してるところはあったので、まあ、少しずつではありますけどもと復旧はやってい,いけてたのかなとは思ってます。うん あの今日ですね一番最初にお話しされたときに、えー、函館市企業局からということで、えー、函館でから、えー、給水車1台と職員の方がということで派遣されたんですが、はいえー、これはですね、えー、令和6年能登半島地震に係る日本水道協会救援本部会議というので、えー、決まって派遣されたということでこれ全国でさまざまな自治体から派遣されて皆さん、えー、応援に行かれた、はい、ということなんですね。はい こういったあの大きな災害が起きた場合は全国の自治体が協力をして支援していくという形ななんです、ね、そうですすすねねそそううりますの現地に行って他の自治体の方とあのやり取りするなんていうことはありまししたでしょうかと自分の方はですね名古屋市の方ともお話できましたし、はい、まあ一応北海道は北海道ということでやってたので、まあ、札幌市とか旭川市さんとかともお話はしたりとかはしてました。はい、何かこう 大きなことが起こったときはみんなで支援するという形がしっかりできているということなんですねそうですね情報の共有とかっていうのもやっぱりメールでは何個か来てたので、はい、まあ状況も見れたりとかはしてました、ね、あの今回は都半島地震の大きな災害のためにということなんですが、えー、日本国内では災害というのがいつ起こるかわかりませんしこう支援に行かれたわけですけれども、はい、私たちもい,ちいつ支援を受ける立場になるかわからないというのはありますよねそうですねそれを自分も思いました あの行かれた際にそのマンホールのところが飛び出していたりとか、はい、大きな被害を受けたっていうのをご覧になったとおっしゃってましたけどもあのもし函館で大きな災害が起きたらどんなふうにその水道設備が破壊されるのかとかってちょっっとと感じたことってありますかそうですねうちは一応耐震管とかも入れたりとかして、はい、まあその地震に耐えられるような形にはとってはいるのでどうまあ どうですかねとまあ災害はそんなに大きくならないことを祈りながらちょっとやりやっていかなきゃならないかなとは思っています、うん、本当に、ね、自分たちにないのが一番いいんですけどね人ネットワーク今日のゲストは函館市企業局上下水道部管路整備室維持管理担当水道管路等維持担当の伊藤義信さんをお迎えしてお送りしています 伊藤さんは今日はあの写真をお持ちくださいましてこれは七尾港ですとかと地震後に停止したままの列車の様子で七尾線の様子など写されたものそして家屋が倒壊している様子など、えー、この写真の撮影も行われたんですかはい行いましたはい。今私写真であのちょっと見てるだけなんですけども実際これ目の当たりにするともう言葉が出ないような被害ですね,そうですねはい。消火栓の写真なんかも撮影されてるんですね、はい、実際に消火栓なんかはあの使えるような状況でしたか そこの今ある消火栓についてはですね水が出る状況でしたので、はい、その消火栓からと給水車に水を入れてたりとかはしてましたあの実際に消火栓が使える状況でも一般の人が消火栓から直接使えるわけじゃないのでやっぱり専門の方がいないと使えないかっていう形なんですね、はいうん、消火栓から給水をして車に入れて形なんですね,ですね、はい、それの繰り返しでしたねう さっきかなりの回数を繰り返してということもお話しされてましたけども、はいえー、30日までの支援でその後っていうのはどんなふうになったかを2月からですね、はい、とまたと日本水道協会からですね今度は応急復旧の方にに、はい、来てくださいということで応援要請がありましたので七、はい、市の方に応急復旧作業には行ってます。なるほどまずはあの 水を届けるというところからなんですね、はい、その後は復旧作業という形で、はいえー、実際にあの私たちが普段通り使えるようになるためにはこれかなりのこういろんな作業ですとか工事ですとか必要になるものなんでしょうか、はい、そうです、ねはい、とまあ管自体がですね地震でどういう状況になっているかっていうのもまず確認しなければならないですし、はい、そこにもし例えば穴が開いたりとか<ー>管が壊れてたりとかするとそれを流していかなきゃなんないとかってもありますので。 まあ早めに治る早めに治るというかまあ水道の管がの状況がそんなに壊れてなければすぐすぐに治ったりとかはするんですけどやっぱり今回の地震って結構段差とかも含めて大きかったので、はい、結構復旧には時間がかかかっったのかなと思っています、うん、場所によってはですねまだ完全に復旧しないところもあるということで、えー、心配されるところも続いてはいるんですが私たちはあの。 何か起こると、えー、じゃあもうすぐ直して水を出せるようにしてほしいと思うんですが、うん、なかなかそうすぐにはいかないというところは多いんです、ね、そうですね。と、まあ、うちの方としましては、まあ、すぐ復旧できるような形は取ってはいきたいなとは思ってます。そうするとあの日頃の まあこ今回はこの石川県のお話ですけれども例えば函館ではということでじゃあ日頃の点検の作業ですとか維持管理でっていうところがやっぱ大きくなってくるんですか、ねはい、そうですねまあ耐震化に交換したりとかっていうのも一つのものかなとは思ってます、はいまあ、私たちはあの本当に企業局の皆さんに頼るっていう形になっちゃうんですけども <laughs> あの市民ととして何かできることはありますかそうですね、まあ、函館市全体での話になるんですけども、はい、やっぱりちょっと3日分の水水分はどうかと 各ご家庭でと用意していただければなとは思っています。そうですね。自分たちで使うものをまずはということで、何かが起きた際にこうやってあの派遣があったりなんかして、うんえー、支援事業というのはあるわけですけれども、はい、そこがもし届くまでにということで、でねはい、自分たちでできることはまず、はい、自分たちでできることをやっていただければなと思ってます。一、はい、人三日分ですよね。そうですね。はい。一人三日分で家族人数多いと。 結構大変です、ね、そうですね物置く場所とか結構あるとは思うんですけどす、ねまあ、あとはまあ賞味期限とか見ていただいて使っていたり、はい、い,ただいたりとかしてうまく回していただければなとは思っています。 今回あの伊藤さんたちは、あの直接は、あの被災者の方に、あの、こう給水作業ということではなかったということなんですが。はい、実際に、こう給水車に、じゃ、私たちが行くって場合に、何かこう容器ですとか、あの入れ物必要になると思うんですけど。これ、何か持っておいた方がいいものとかあります。うん、そうですね。と、うちの方でも、一応給水袋っていうのは、用意してあるんですけど。はい、そこも、ちょっと数はありますので、となれば、まあ。 石川県だけでいくと、まあ、ペットボトル持ってきたりとかってもしてたりやってたりとかしてたみたいですし、はい、ポリタンクとか持ってきたりした,た,りした人もいたのでその辺をまあ用意していただけるのであれば用意していただければなとは思っています。自分で用意できるもので、はい、備えられるものがあれば、うんはい、きれいな水を使うためにやっぱりね、はいえー、用意できるものがあれば備えておいていただければと思います。はいはい さてあの今回え行かれた皆さんであのきっといろんな感想なんかもお話しされたと思うんですけれどもあのそれぞれ皆さんあったかと思うんですがあのどういうお話が帰りりあたたなんかか出ましたかやっぱりちょっと被害の大きさにはみんな驚いてましたし、はい、でまあそうですね結構みんなその頑張ってたのでまあ、疲れとかも残っててほぼほぼみんな寝てました <laughs> 帰り道は。 で今後あのお仕事に何か生かしていくこともあるかなと思うんですけども伊藤さんはあのどうできるものっていうのが多分あると思うんですけど,とすけどと今回この地震の対応について、はいろいろと LINE とかあと Google のマップとかを使った形で。 今の避難場所のどういう状況かっていう写真を撮ったりとかして情報共有結構できたので、はい、そういうのをまあ災害起きる前に作れるものは作っていった方がいいのかなとは思ってます。<laughs> 事前にこう災害がないのが一番いいんですけども、ね、もし何かあった時に役立てられるようにというのとせっかくそうして SNS などね便利なものが今ありますので、はいえー、情報を早くこう共有したりとか、はいえー、皆さんに知っていただくためにできることはじゃあしておくっていうのを出したってことですね。 えー、伊藤さんあの今回まで行かれてあの大変お疲れだったと思うんですけれども作業、えー、ど,どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。はい。ぜひあの今後ですねあのこういったご経験をあの今回 FMLK でお話しいただきましたけれども、はい、いろんなところであの市民の方にお話しされるとか、はい、機会があるかと思いますので、はい、伊藤さんのお話聞く機会があるよっていう方にはですねぜひあのいろいろ聞いてみたいこともあるかと思いますのでそういったチャンスありましたら生かしていただければと思います。はい、えー、今日写真もいろいろと見せていただいたんですけれどもかなり大きな被害だっていうのが実際取られた写真。 見るとすごいの実感されて、やはり一日も早く、あの。今まで通りの生活が、今回行かれたところ、涼しいですとか、七尾市なんですけれども。そちらの皆さんも、できるようになるといいな、というのやっ思いますね。思いますね。はい。え、今回は、え、函館市企業局上下水道部管路整備室維持管理担当の伊藤義信さんにお話を伺いました。伊藤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 episode.